どうも、ちゃこ先生です。本日も好きなものについて好きに語って授業っぽくお届けしていきます。本日の授業のテーマは4人組のロックバンドグループラッドウィンプスの曲についてです。それでは授業を始めます。お願いします。はい、というわけで本日はラッドウィンプスについて、どんどんお話ししていくんですけれども、ラッドウィンプスといえば、新海誠監督の長編アニメーション作品君の名はの主題歌前々前世で社会現象になるほど大ヒットしました。けれども、ラッドウィンプスの魅力っていうのはああいう曲だけではなくて、割と独特しかったり刺激がかなり強い曲っていうのも、作っているバンドでして、そこにも魅力があると思っているんですね。今回は刺激が強すぎる曲を、ランキング形式で発表していきたいと思います。1位の曲はもうどぎついやつっていう風な、感じで並べさせていただきました。こうラッドウィンプスって万人に受ける大衆向けの曲しか作ってないんじゃないのって思ってらっしゃる方は、ぜひ今日紹介する曲を、聞いてみてほしいなと思います。YouTube で聴けるものについては、YouTube のリンクも概要欄に貼らせていただきますので、ぜひ飛んでみて聴いてください。今回、7曲に絞らせていただきました。それでは、第7位から紹介させていただきます。第7位はお釈迦様です。開花したというか、覚醒したみたいな印象がすごいある曲でして、このお釈迦様を聴いた時にもうラッド始まったなとめちゃくちゃ思った記憶があるぐらい、もうすごい、インパクトのある曲です。一言で言うと、この曲のテーマというかすごく感じるイメージとしては、怒りとか憤りみたいなところですね。生きていてもこう生きづらいし居場所がないし、で死ぬにしても死ぬなって言われるしみたいな、そういうなんかそういう風に強いてくる、世の中とか世界に対しての、憤りみたいなもの、怒りみたいなものが込められている曲でして、ものすごいエネルギーが強いです。 A メロはかなり低いんですね。そこから始まってサビでバーッと弾けるっていうところで、もう爽快ですね。めちゃくちゃイライラしてる時とかに聞くとすごいスッキリします。このぐらいだったら全然前世で知った人もまだ大丈夫かなと思います。次、第6位はダダです。こちらは絶対絶命というアルバムに収録されています。お釈迦様の、進化版みたいなイメージでして、なんか これも、ニュアンスとしては怒りみたいなところが私は強いのかなと思っています。でイントロで言葉数の多い歌詞にいきなり殴られるみたいな、不意打ちでボコボコにされるみたいな感じで始まるので、インパクトはものすごいかなと思います。これは何に対しての怒りなのかっていうと、個人的な解釈ですけども、なんかこう世の中の矛盾であったり、こう理不尽であったり、それが自分に襲いかかってくるところとか、それに対して自分がダダをこねてるっていうところもあるんですけども、なんかこう思うようにいかないことについてのモヤモヤしたところっていうのがもう前面に出てるのかなと思います。なんかあがいてる感じなんですかね。でこれ MV もあるんですけれども、歌詞の文字を蹴っ飛ばすシーンがあったりして、こうなんか自分が吐いてる言葉さえも納得いかないというか、イライラする、怒りの対象であるというか、ものすごく攻撃的な曲になっているので、なんかアグレッシブ感がねすごいです。はい、この7位と6位をこうセットにしてさらに進化させたっていうイメージなのが第5位です。第5位は実況中継です。ラッドの曲って宗教とか、こうなんか人がすがるものの、象徴として神とか仏みたいな言葉がよく出てくるんですけども、それをダイレクトにフューチャーした曲になっています。実況中継って曲のタイトルからもわかるように、現世に住む人間界を人間を生み出した神様と、あと仏様が、ものすごい外の世界から、俯瞰して実況しているという、すごい構図の曲でして、 MV これあるんですけども、和テイストのイラストで全面的に作られていて、このビジュアルからのインパクトと、曲調の独特さっていうので独自の世界観が出来上がっている曲です。今我々が生きている通りのこう世の中でこうもだえ苦しんでいる人間の様子がね実況中継されるんですけども、それを見てもう人間終わったなということで、神様が産み落とした海みたいなもの
としてこうなんか生々しく毒々しく、描かれています。で、まあ、音がねものすごいかっこいいので、その世界観と相まってものすごいインパクトがあるかなと思います。まあ、ちょっとネタバレになるのであまり言いたくないんですけれども、おそういう終わり方するのかっていう風に終わるので、こう一つのストーリーとしても楽しめる曲ですので、ぜひ MV とともに楽しんでいただきたいなと思います。ここからですね、ものすごく、刺激が強くなってまいります。第4位は G 行為です。G 行為の G はアルファベットの G なんですけれども、まあ、そういうことです、そういうことです、下ネタバンバン出てきます。この曲に出てくる、まあ、人物何人かいっぱいいるんですけども、全員クズなんですねクズとか、まあ、ナルシストとか、なんかこう全能感にあふれてるけど実際行動しない人とか、そういう実力が伴ってない人たちがいっぱい出てくるんですね。クズということに自分では気づいてない、要は自分がただ気持ちいいということが、まあ、G 行為っていうタイトルにかかってるのかなと思っています。イントロから不安になるようなか細いギターと、まあ、ドラムの音だけでしばらく進んでいくので、なんかすごい聞いててね、あの不安になるんですね。でもなんか言ってることは体現相互みたいな感じなので、その相反してる感じが何とも言えない不安定感をね、あのもたらしてて、めちゃくちゃ癖になります。かなり中毒性のある曲ですね。なんかドラッグ感というか、結構ショックは強いんじゃないかなと思います。次、第3位。第3位は狭心症です。こちらは絶対絶命というアルバムに収録されています。さっきの G 行為も絶対絶命ですね。で、この曲もう本当に傑作で大好きなんですけど、私なんとね7分あります。7分ちょっとあるものすごい長い曲でして、基本的にこうねもううつうつとしてますですけど、私はこの曲はものすごい美しいなって感じていて、何がかというと、目に映るものとか耳から聞こえるすべてのもの、そこから得られる世界の美しさとか、まあ、人間の醜さとか、世の中の嘘とか、現実の厳しさとか、そういうものすべて感じたままに、こうもう包み隠さずというか、こうありのまま、苦しいものはただ苦しいし、嫌なものは嫌だっていうことを生々しく伝わる、そのまっすぐすぎる描写が美しいなって思う曲です。ありのまますぎて、ものすごくこううつうつとした世界観をずっと7分聴いてるってのは、聴いてる側としても体力がいるんですね。それは別に悪い意味じゃないんですけども、なんか7分間のこの世界観を聞かせるっていうこと自体が、歌詞で言われている世界そのものがこのうつうつとした7分間なのかなっていう風にもちょっと取れて、ラッドウィンプスの表現したい音楽の奥深さをものすごく感じる曲です。聞くのに本当にエネルギーがいるので、なんか軽々しくね人に聞かせてはいけないなと思いますね。ちょっとメンタル削られるかもしれないけど、今聞いても大丈夫みたいなくらい前置きがちょっと必要かもしれない。聞けるメンタルの時に聞いていただきたいなと思います。続いて第2位です。5月のハエです。今日紹介する曲の中で最も明るい曲調ですが、最も胸クソが悪くなる曲です。開始30秒ほどでもう最低なワードがこれでもかっていうほど出てくるので、もうその時点で多分聞いてらんない人は聞いてらんないと思うんですけど、そこ耐えられた人は最後までいけると思いますね。まあ、歌詞の表面取ると、なんちゅう言葉を選んでるんだってなるんですけども、これってものすごい、実は愛の歌なんですよ。胸クソ悪い最低な言葉が出てくるのは、要は相手への憎しみなんですけれども、それを裏返すと、それは全部その相手を愛していたがゆえの言葉たちなんですね。聞き込めば聞き込むほど、こう、相手に対する愛が伝わってくるというかね。こんなランキングに選んでますけど、めちゃくちゃいい曲です。でも、かなり人は選ぶと思います。はい。第1位です。はい。第1位は、パパラッチです。これは、なんか映像作品って感じですね。もうなんか映画みたいなノリで私は捉えてるので大好きなんですけど、あらすじを言っちゃうと、まあ、ある、父親と息子の話でして、
で、その父親の職業がパパラッチだと。まあ、息子が学校の宿題でお父さんの仕事について作文を書かなきゃいけないから、で明日提出するぞと。父親の方は自分の職業を、まあ、なんか誇れる仕事として息子に喋るんですけども、そのシーンがあってパパラッチされてる側の視点としてブワーッと喋っていくんですね。これぞラッドウィンプスだろっていうくらい、もうね、個人的には最高ですね。包み隠さず何でもこう歌詞に載せて、なんかそこタブーだろっていうところをあえてガンってえぐってくるところが大好きですね。優しい触れ方じゃなくてもうえぐるんですよ、ラッドの場合はね。まあ、なんかそのやり方が好きだなっていうところもあって、まあ、あとね、作品としての面白みとして、あの MV の話なんですけども、あの途中で滑り台のシーンあるんですね。でその時に息子はお父さんの仕事すごいねってお父さんに言うんですけど、そのシーンの時ね、あの息子が滑り台の上にいてお父さん下にいるんですよ。だから息子はお父さんをこう見下す構図になっているんですね。ここがたまらなく好きですね。そこに意図があるかどうかは分かりませんけど、私はそれを感じたので、なんかこういう皮肉っぽい構成好きだなと思って。でこのタイトルはあのファンの方もご存知だと思うんですけども、ちょっと言葉遊びがしてありまして、パパラッチを入れ替えると I love papa っていう英語になるんですね。私が、まあ、お父さんを嘲笑っているという、まあ、そのタイトルの言葉遊びもことも踏まえて、この滑り台のシーンっていうのは、息子は本当は父親のことを嘲笑ってるんじゃないのかな、内心って思ってるので、すごいストーリーとしてね、ものすごく巧妙というか、こういろんな風に味わえる、いろんな解釈ができる作品なので、めちゃくちゃフィクションとしての捉えも楽しいですし、基本フィクションの体で喋ってますけど、まあ、あの君の名はっていう歌詞がもう出てきちゃう時点で、もうノンフィクションかなと思ってますけど、もう絶対に全然前世で入った人はこの曲は聴いたら、いきなりね、いきなり何の情報もなくこれを聴くとマジでびっくりしちゃうと思うので、なんかいたずらで聴かせてはいけない曲だと思います。はい、ということで、本日はラッドウィンプスの曲についてお話しさせていただきました。今回のちょっとこの動画を見ていただいて、まあ、こういう風に思ったよとか感想がありましたら、ぜひコメントの方お願いします。あの長文歓迎ですので、また後日ですね、君の名は編ということで動画をアップロードしたいと思いますので、まだそちらの方も楽しみにしておいてください。それでは本日の授業はここまでにします。ありがとうございました。